富見さんこんにちは。2021担当スーパー速習講座行政法規第1回目の講義を始めてまいります。担当いたしますは歴専任講師の豊岡と申します。どうかよろしくお願いいたします。はいそれでは始めてまいります。でこの速習講座なんですけどもあの担当合格コースの中の合格基礎講座ですとね。 行政法規は全十四回で講義をやるんですけども。こちらの担当スーパー速習コースの、この速習講座ですと。行政法規が九回に圧縮されています、ね。で、いわばダイジェスト版ですね。合格基礎講座のね、全十四回の、まあ、圧縮版みたいな、そういう講座なんですね。これ、やっぱ例年ね。あの年が明けてから、担当の勉強を始めるよって方がかなりいらっしゃいますんで。そういう方向けに一応ね、ご用意させていただいているんですよ。 でこれあれ全14回は9回でやっちゃうと結構無理があるんじゃないのってねそうやってちょっと不安になる方いらっしゃるかもしれませんけど最初に申し上げておきますと全然大丈夫です、OK、ですす、ね、例年このねこの担当スーパー速習コースから数多くの担当合格者実際出してるんですよだから全然心配しなくて OK です、ね、ただやっぱりダイジェスト版ってことでねやっぱり進度は速くなりますから。 従いましてどうしてもね私の方も結構早口になることがね多いかなと思いますんで是非ねお聞き逃しのないようにそちらの方私心配しますねですから大事なことこれからどんどんで皆さんにお話ししてまいりますので皆さんの方におかれましてはねあれなんかちょっと聞き逃したかなと思ったら面倒くさがらずにねあのパソコンなり DVD プレーヤープチッとめてもう一回ねあの聞き直すようになさってくださいこれお願いしますいいですねで一応ですね ちょっと使用する教材をねちょっと確認をしておきたいと思います。ね、でまずこちらですね。よいしょ。合格基礎テキスト。こちらね。これを使って、ね、この講義を行ってまいります。2021合格基礎テキスト行政法規ってやつですね。これは毎回必ずご用意ください。よろしいですね。であとこのレックから出している過去文集ですね。としてこちらの。 足足別ね足別ねシリーズがありますでこれカンテリンもありますよね,こち,らこ,れねこちらは行政法規ですけどもこちらの「足別行政法規」「上官と」とあと「下官ね」ねこちらともに過去問集ですけどこれも一応ですけどご用意ください。ね、でこの「足別」につきましてはね基本的には皆さんの読習用の、ね、教材というそういう位置づけなんですよ。 従いましてこの講座内では基本的に足別は使わないんですけどただ法律によってはねちょっと皆さんに参照していただく場合がありますので、ね、ちょっとご面倒かもしれませんけど、ね、あのこの足別も一応ご用意ください。でこの足別の足別に載ってるこの法律ですねこれは合格基礎と基礎に載ってる法律と同じ順序で上がってますので。 ですから毎回ね上下2冊あのご用意していただく必要はありませんのでね講義の進度を見ながらあ今回上巻でいいなあ今回から下巻だなそんな形でどちらか1冊ねご用意ください。あと最後これですねこれ今回ね作りましたけどちょっとちっちゃくしましょうこちらねこれは行政法規ですね皆さんが勉強なさる行政法規の中の一つ。 の法律として、この土地基本法っていうのがあるんですけど。これが実は今年ですね。二千二十二、二千二十年ですね。二千二十年、令和二年に。大改正されたんですよ。大改正されました。で、もうちょっと言うとね。これ。この土地基本法の目的も。変わってるんですよ。で、目的っていうのはね、当然法律って一定の目的を達成するために作られるんですけど。だから、いわば生命線なんですよ。その生命線である。目的まではね。この土地基本法、今年。 変わっっちゃったんですよ2020年ですね。うわそれぐらいの大改正だったんですね。従いましてこの土地基本法に関しましてはちょっと注意してくださいね。さっきねご覧いただきましたけどもこちらのよいしょ合格基礎テキストですね。これは使わないでください。古いんですよ。土地基本法はこちらも古いですから使わないでください。あと足別の方ですけどね。 土地基本法はこの足別でいくと下巻の方に載ってますけどこちらの問題も一切やらないでください古いんですよ古いのねご注意くださいでその代わりこちらですねこの改正対応冊しですこちらを使ってください栃基本法ね栃基本法こちらですねでちょっとめくっていただきますとよいしょ、ね、こんな形で、ね、まず最初この合格基礎テキストこれ作り変えてますから全部 もうちょっとちっちゃい方がいいかな。全部改正を反映済みです。で、今回ね改正があった箇所全部アンダーライン引いてます。すごいでしょもうほぼほぼ全範囲にわたってこれ手が入ってるんですよ。そういうこと。それぐらいの大改正ですからいいですね。従いましてこの合格基礎テキストね使わないでこちらのね改正対応冊子を土地基本法ですよ。 基本法は使ってくださいあとさっきも言いましたけどね栃木本法は足別もね足別行政法規の方も使わないでやっぱりこちら改正,改正対応さて使ってくださいこれちょっとページめくっていきますとねここね足別についてもねご覧のように問題と解説、ね、この間末あの後半の方ですね後半の方にこれねお載せしてますこれ全部もちろん改正を反映してありますから改正反映済みになってますから。 こちらの方安心しててお使いいになってくださいですからとにかく「土地基本法」に関しては、ね、こちらこの改正対応冊子の方だけを使ってくださいですねくれぐれも合格基礎テキストとか、ね、こちらの足別強制法規の方は土地基本法を絶対使わないでくださいそれぐらいのね大改正ですねちょっと知識を混乱させたら、ね、困りますからよしですね一応以上4点です以上4点ですね ちょっとご用意くださいであとそうですねあとちょっと今使用する教材についてねコメントしたんですけどあの講義のね、まあ、進行ですねちょっとねお話ししときますとやっぱこちらですねさっきもね申しましたけどよいしょこのテキスト合格基礎テキストに沿ってねこの講義を進めていきますですね。 ですから毎回必ずね、用意してほしいんですけど。で、ちょっとね、これページをめくりますとね、この後またすぐ講義入ってきますけども、ご覧のようにね、こうやって、皆さんにぜひ覚えていただきたい箇所につきましては、私の方で、こうやってあらかじめね、ピンクのマーカーでお示しをしてます。こんな形で。他のページもそうなんですよ。ね、こちら。ですね。ですから皆さんね、ぜひ、 講義をお聞きになりながら、ね、同じ箇所に、ご自分のテキストですよ。同じ箇所に印をつけていってください。で、最終的にそれを覚えてってほしいんですよ。いいですね。で、もちろん、私と同じピンクのマーカーである必要は全然ありません。ね、ボールペンでもいいですよ。あるいはもう鉛筆でもいいです。とにかく、覚えてほしい箇所ですね。これ、印は必ずつけていってください。で、絶対にやってほしくないのはね、読みっぱなし、聞きっぱなしにしてしまって、一切手を動かさないってこと。これは絶対やってほしくないんですよ。 勉強って、やっぱ形に残すっていうのは大事なんですよ。そうでないとね、講義を聞いた時は何か分かったような気になってもね、やっぱり時間が経つと人間って忘れちゃいますから、ね、必ず手を動かして形に残していく。これを心がけてください。いいですね。です,ですから、こんな形でね、結構ね、もう皆さん相当手を使っていただきますけど、ね、覚えてほしい箇所、こうやって必ずね、で,できるだけ一回止めますから、ね。 ちょっとマークしてくださいねと私ね、申し上げますんでね、ピピピと終始だけつけてってください。いいですね。で、こういうスタイルで講義を進めてまいります。とにかくね、ま、一言で言うと行政法規本当ね、覚えるだけなんですよ。ちょっと理論と、関係理論と違うんですよ。もう行政法規本当ね、覚えるだけ。その代わり、覚えなきゃいけない知識が膨大なんですよ。この後どんどん出てきますから。いいですね。それはちょっと覚悟してください。でもこれはやっぱり、 担当に受かるためにはもうすべての受験生がねこれやっぱ乗り越えなきゃいけないそういうねものなんですよねですからそこはちょっとねちょっと覚悟してね取り組んでください,い,いですねでこういう形で講義進めていきますからで一応ねこれも申し上げておきますとなる早いでね鳴る早いでこの全九回の行政法規の講義一通りお聞きになってくださいで中にはね。 あの例年やっぱりいらっしゃるんですけどこの講義に合わせて足別もねやっていくって方もいらっしゃるんですけどそれやるとねちょっと進度が遅くなりますよね,ねあとやっぱりね一通り早めに聞いた方が何よりもね精神的に落ち着くんですよ全体像がわかるから、ね、これ講義聞きながら足別もやっていくと,と当然時間かかります、ね、そうするとあれまだいつ終わるのかなまた後ろどんなホールに出てくるのかななんかこうモヤモヤした状態をこう抱えながらね勉強していくわけですよ これやっぱ良くないです精神衛生上良くない、ね、ですからなるはいで全9回行政法規の講義まずお聞きになってください。いいで,す、ね、で聞き終わったら次にこちらね足別です足別に着手をしてくださいこちらですねこれレッカー出している過去問集ですこちらでこれねさっきも言いましたけど、ね、基本的に読書用の、ね、教材です皆さんにご自分で、ね、やっていただくそういう教材になっています でちょっとどこでもいいんですけどちょっとね開けていただきますとえっ、ー、とねどこでもいいですねこれね上巻でねちょっと開けていきますでちょっとこにしましょうかね12ページですちょっと開けてみてください12ページです上巻の12ページよいしょ で、もう皆さんね、こう中はね、もうご覧になられてるんでお分かりになるかなと思いますけども、例えばこの12ページ、ね、これ28番の足ですね。足。選択肢の足足。ね。これ、問題文部の末尾にね、この数字が上がってますけど、これ平成13年の1問目の、5番目の足として出題されたものですよ。そういう意味なんですね。これいいですよね。で、すぐ右側に、これ星印が上がってます。これそれぞれのね、足の重要度を示すんですね。で、一番重要なのが星3つ。 次が星2つ。で、ちょっと下降りてっていただいて、星1個。で、これもあります。これが一番重要度が低いんですよ。で、基本的にね、星3つと2つだけをやってください。星1個は飛ばして構いません。細かいんですよ。ちょっと細かい。よしですね。こちら。ね。こちらただね、皆さんがご自分でこの足別をね、進めていくとね、 おそらく大半の方がね、すぐお気づきになると思うんですけど、星3つはね、この講座内でも取り扱うようなね、もう非常に最重要なね知識ばっかなんですけど、星2つになるとね、結構細かい知識問題も入ってきます。この講座内でも取り上げてないような知識問題も結構入っていくんですよ。そうするとね、あれこれやる必要あんのかなって、おそらく皆さんね、お感じになることが結構ね出てくると思うんですけど、これね、 実を言うとその星2つの中にはね限りなく星1個に近いそういう細かい知識問題も実は星2つの中に入れてるんですよ。でこれどういうことかというとね星1個にしてしまうとさっきも申し上げた通りねもう皆さんにやんなくていいですよって申し上げてますすると皆さんはその知識に関しては全く見ないでね本試験会場に行くとねそういうふうになるわけですよ。だけどだけど細かいけど1回は見といてほしいなっていう知識問題もあるんですよ。 細かいけど一回どっかで見ておいてよね。そういうのを実は星2つの中に入れてるんですよそういうことだから皆さんがねこれからこれ問題解いていかれるとねあれこれ星1個じゃないかなと思うのねそんな知識問題も出てきたらねそういう趣旨なんだってことでご理解くださいでちょっと頑張ってね取り組んでみてくださいいいですねそういうことね。であとちょっと戻りますよ,よいしょで向かって今度ね右側のページに左の問題のね この回答と解説が上がってます。で、このね、この左側のね、足が正しければ丸、間違ってれば×なんですけど、丸の場合はね、まあ解説でお読みになっていただければそれでいいんですけど、特に×の場合ですね、これはね、ちょっと気をつけてほしいのが、単にこれは解説読んで終わりじゃ足りません。ね、これどこが間違ってんのか、その間違ってる箇所をしっかりと抽出してほしいんですよ。もうちょっと言うと、えぐり出す、そんなイメージ。 例えば左のね、30番見ていただきますと、これ、用途地域。ね、この後勉強していきますけど、これ、最後、8種類あるよって書いてあるけど、ここが誤りですね。8種類。これね、13種類です。13種類。ね。だからこういう具合です。ね,ね。特に誤りのね、足については、どこが誤りなのか。ね。そこをえぐり出すと。そこまでやってください。いいですね。で、これで終わりじゃないですよ。これで終わりじゃなくて、最後、ね。この末尾のテキスト P いくつって頃、ね。 こここのテキストっていうのはさっき皆さんにご覧いただいた合格基礎テキストです合格基礎テキストねこれの6ページを開けてで印をつけてくださいそこまでやってほしいんですよで基本的なね知識問題であれば大体この講座の中で取り上げますからもうすでに合格基礎テキストの該当箇所にはピンクのマーカーねあるいはもちろん皆さんの方でね鉛筆何なりでね印がつけてあるはずですけども中にはねこの講座内で取り上げないようなそういう細かい問題もある 当然出てきますからそういう場合は皆さんの方でその該当箇所を開けてテキストですよ印をつけてほしいんですよつけるでここまでやって初めてこの1個の足の勉強が終わったっていうふうに心得てくださいいいですね問題を読む考えてね「丸かかね○か×か」ね考えてで×だな×で,であればどこが×かえぐり出す抽出するで最後はテキストのこれね 該当ページを開けて、ね、そこもし印がついていればいいんですけどもし印がついてなければご自分で印をつけるそういう形です,です、ね、ここまでやって初めて一個の勉強、ね、一個の問題の勉強終わったというふうに思ってくださいです、ね、でそうすると、ね、最終的には重要な知識はこの、ね、合格基礎テキストに全部集約されるわけですよですからあとは時間見ながら皆さんがね お仕事の行き帰り電車とかバスの中でもこの合格基礎テキスト一冊取り出してパラパラパラーってめくっていけばもう過去問で聞かれている重要な箇所は全部印がついているあるいは書き込みがされてますからそれを覚えるだけなんですよだから机に向かわなくてもあとはそれをめくってって覚えるだけだからどこでも勉強できますからそういうこと。ね要するに勉強ってねいろんな情報当然ねこう押さ、ね、えていくわけですけど 一つのツール、ね、一つの教材にその、ね、膨大な知識情報を集約するっていうのがセオリーなんですよこれがあの資格試験の勉強のセオリーなんですよねあれも見てこれも見てあっちもやって、ね、こんなふうにやったら知識なんか定着するわけないじゃないですかね一つの教材ツールにいろんな知識をどんどん書き込んで集約するんですよ集約するこれが試験勉強のセオリーってこといいですねこれは知っておいてください要するですね まあこんな感じですね今この講義の、ね、進め具合そしてその後皆さんにねご自分でやっていただく足別の、ね、取り組み方これもお話をいたしましたよろしいですねであとはねあそうだあとこの足別なんですけどねあのよくねあの何回転させたらいいですかってご質問いただくんですけど特に決まりはないですないただ私がね受講生さんとお話ししてて一番多いのがやっぱ45回ぐらいですかね 四、五回はこう足別を回すって方が行政法規ね、行政法規の場合一番多いかなと思います。ただ、中にはね、一回転で受かっちゃう人もいるんですよ、結構いらっしゃいます。でも、また逆に中にはね、十回転させましたと方もいらっしゃるんですよ。それで受かりましたと方もいらっしゃいます。これは個人差があるんで、一概に言えないですけど、一番多いのはやっぱり四、五回ぐらいですかね。ただね、四、五回ってっても、全部の足ね、さっきの星三つと二つ。ね、これしっかりやっていただければいいんですけども、この星三つと二つを毎回全部やるわけじゃなくて。 特に四回目とか最後の五回目ぐらいだとね。何回やっても間違える足だけやってるって方が一番多いですね。そういうこと。ね、まあ一応参考にしてみてください。特に回数に決まりはないですよ。ね。だから要は自分のものにできればいいんですよ。星三つと二つを。そういうこと。いいですね。で、あとね、そうですね。この行政法規勉強していく上でね。ちょっと大事なポイント。ね、ちょっと申し上げておきますと。まず一つ目が。理解はざっくりでいいです。 あの正確な理解なんか要求されてないし本当に一個一個の条文の一個一個のね中身を正確に理解しようと思ったらもうどんなに時間があっても足りませんからそんなことをやらなくても要は問題が解ければいいわけでしょそしたら受かっていくわけだからねそのためにも理解はざっくりで十分ですざっくりでいいその代わり暗記は正確にやってくださいね数字とか結構出てきますそれも覚えなきゃいけないそういうのは正確に覚えてないと問題解けませんからいいですね 理解はざっくりでいいよしかし暗記は正確にね特にねこの「理解ね」ねざっくりでいいよ,いいよ、ね、これまたね講義の中でもいろろな歌詞で申し上げていきますけど特にこの「ざっくり」の具体的なねあのそうですねものとしてはね例えばこのあとすぐね都市計画を勉強しますけど準都市計画区域っていう場所が出てきます。準都市計画区域って場所が出てくる、ね ここれは山のふもとのインンターチェンジななんんですよこんな要領ですすよ、ね、だから順都市計画区域って聞くとなんか硬そうだな、ね、なんか難しそうだなってねか竹やった方はね分かなと思うんですけど、ね、初めて聞く方はそんなイメージでしょうだけどそんな難しいね言葉は難しい言葉で覚えしてもすぐ忘れますから、ね、もう順都市計画区域ってきたらあ山のふもとのインターチェンジだねこれですよこういうね、こんな形で。 押さえておけば問題解けますからね。また具体的にそれぞれの箇所でお話しますね。こういうイメージが大事なんですよ。いいですね。であとそうですね。だからまあ理解はざっくりね。暗記は正確。これねぜひ心がけてください。で理解ざっくりの時にはねぜひ今申し上げたようなイメージを使う。そういうことですね。あと注意点の二点目ね。これも非常に大事なあの点になるんですけども知識は絞る。いいですね。 とにかく行政法規、この後ね、膨大な知識が出てきます。最初はいいんですよ。最初皆さん結構ね、ふんふんって、特に宅建やった方はね、あ、都市計画をやったよって感じで結構超えてね、聞いてる。だけど、だんだん細かい知識も出てきて、さらには別の法律になると、えー、まだやんのまだ覚えなきゃいけないのそういうふうに変わっていく、変わっていくんですよ。これは例外ないです。ほとんどの受験生、もう全員って言っていい。ね。それぐらい膨大な知識をこの後、行政法規で取り扱います。いいですね。 ですから全部そういうボーな知識全部をベターと均等にやってたらね効率が悪いし時間切れになるだから絞るんですよ重要なものに絞って私ねこれからお話していきますからねですからかなりメリハリをつけますねこれはぜひ心がけてください皆さんの方に置かれましてもねあの完璧主義は捨ててください完璧主義捨ててね重要なものに絞るねこれはぜひ心がけてくださいこれがまあ行政法規勉強それでのね 推定の二点目です。いいですね。理解ざっくり。しかし暗記は正確。これが一点目。で、二点目が絞る。ね、重要な知識に絞っていく。そういうこと。ね。で、これ聞くと、ちょっとね、抽象的かもしれないんで、ちょっとね。図を書きます。で。一応ね、ここテキストですね。よいしょ。ここ。ちょっと図を書きますよ。ちょっと見て,てくださいね。で。これ。 知識のピラミッドです私これよく書くんですよ。A B C、ね、これ A が一番重要というふうに思ってください。B が2番目 C が一番重要度が低いというふうに思ってください。ね、でこの時に皆さんどっから勉強しますかってことどっからやる読学者に多いのはこれなんですよ。隅っ,こ,からやっていくこんな感じ。要するにテキストを1ページ目からベターと読んでいく。 あるいは問題史を一問目からベターと解いていく。そういうやり方。これ独学者に多い。で、これはご覧のように無駄が多いでしょう。で、大抵もうこの辺まで来たらもう時間切れですよ。本番に突入して玉砕という。だいたいそういうパターンです。これダメなんですよ。じゃあどうしたらいいこっからやるんですよ。重要なところからやっていくの。これが試験勉強のセオリーなんですよ。出るところからやる。そういうこと。いいですね。知識を絞る。そういうことなんですよ。 で,すね、で、こうやっていくと、当然ね、大事なところを潰していくから、この辺でね、時間切れになって、本試験突入になっても受かるんですよ、この人は。なんでかというと、大事なポイントは、しっかり押さえてるからです。いいですね。そういうこと。で、例えばね、皆さんはこの後、行政法規でね、あの法人税法っていう法律を勉強いたします。法人税法、ね。で、これ、条文自体見るとかなり数があるんですよ。でも、実は行政法規で出る条文って、一箇条しかないの。 50条だけなんですよこれ詳しくはまだその時法人税法でやりますけどねこれちょっと図で書くとこれね法人これ法人税法の全体と思ってください。ただこの中でいしょ 実際試験で言うと50条だけなんですよでこれがまさに左のねこのピラミッドでいうと A の知識だよそういうことですかね。なんとなくイメージ使いましたかねこういう要領ですですねとにかく、ね、取り扱う知識膨大ですから絞る特に大事なものに絞ってそこをがっちり固めるんですよこういうイメージでやっていきますんでこれが行政法規の勉強の仕方ですね これはちょっと頭片隅に留めとてておいくださいで,す、ね、であとねそうですねあとちょっと試験情報ですねちょっとこれも申し上げておきましょうかね試験情報ですでねうんとねこれちょっとメモする方はちょっとメモしていただければと思いますでもうね面倒くさいよって方はちょっと聞き流していただいても構いませんけどもここ特に直近3年間 のあの国交省のホームページも上がってるんですけど、ね、いろんな数字をちょっと申し上げます。でまず2018年、ね、この年の行政法規の平均点が54.6です。で鑑定理論が67.4でした。でこの年の合格点が137.5点でした。で次の2019年、ね、こ,れのこの時の、えー、と行政法規の平均点が54.1。 でししょで合計点が140点がでした7割,7割で問題今年です、えー、と2020年ね令和2年今年行政法規の平均点が52.3で官定理論が65.6、ね、で合計点が132.5点でした、ね、難しいでしょ行政法規行政法規。行政法規 ここ直近3年間とにかく行政放棄はものすごく難しくなってますからこれは知っといてくださいね今ちょっと数字を読み上げましたけど行政放棄ここ直近3年間の平均点がね2018年が54.62019年が54.1そして今年2020年が52.3って毎年下がってるんですよ毎年下がってる それに対してね、官邸理論、今年は若干ね、平均点下がったけど、やっぱり60点台でかなりね、高い。ね。ですから、これイメージしっかり持ってくださいね。理論はね、これまた官邸理論の方でね、川原講師が説明していると思いますけど、かなりね、皆さん取れますから、ね。これ取らなきゃいけない。で、行政法規、これとにかくね、難しいんですよ。難しい。ね。ただ、一応6割ですね。行政法規一応6割は目安になんとかね、 あの頑張っってていきたいと思ってますできればちょっと横を言うと6割から6割5分ぐらい、ね、なんとか取りたいなで多少点数減らしても6割か若干下回るぐらいかなこんなイメージです一応ね6割からできれば6割5分ぐらいね一応目指して皆さんにいろんなことをねお話していきますからちょっと皆さんも頑張ってしっかりね受け止めてねご自分のものにしてぜひ受かっていってください2021年令和3年いいですね理論は取りやすいです とりあえず行政法規は問題なんですよ問題で特にこれもちょっと一点ね申し上げておきますこれホットな情報なんですけども今年2020年さっき言ったけど132.5がね国交省の発表した合格点だったんですけどもこの点数を取って落ちた方がいらっしゃるんですよいらっしゃるで最初私もそのね話を聞いてあれその人マークミスかなんかやったんじゃないのかなと思ってでその方に実際あの国交省に情報開示の手続きを取ってもらったんですよ。 あの個人情報保護法に基づいて国交省にねあの情報開示請求っていう手続きを申請するとその情報を国交省が、ね、要するに本試験のその人の点数を教えてくれるんですよ。でそれを実際文書で取り寄せてみたらその文書に132.5って書いてあったんですよ。ってことは国交省が発表している点数とぴったりでしょ。でも落ちてる。どういうことこれ足切りです。 まあ足切りってちょっとね言うとちょっと差別用語なんでねやっぱちょっと言葉っかいで基準点って言いますけど基準点に引っかかったんですよこれどういうことかというとね総合点で合格点に達していても特定の科目で低い点数を取ると不合格になるこれ基準点って言います基準点ねこれ実際論文では毎年実際行われてるんですよこれでおっしゃる方かなりいらっしゃるんですよ論文は基準点でおっしゃる方結構います要するに総合点でね あの4科目点点満点でしょ、ね、合格点足してもで合格点大体六割例年6割ぐらいですかね論文ね合格点足してても特定の科目例えば民法で極端に低い点数を取ると基準点に引っかかって落ちちゃうんですよ。論文はは結構あるるんんでですすすよよこれは毎年いいますかなり数いらっしゃるんですよだけど担当はね今まで私聞いたことなかったんですよ。私も一応10年以上このね鑑定士の受験指導やってますけど担当ってそもそももともと2科目しかないでしょ だから、一科目でも極端に低い点数を取ると、二科目合わせて合格点ってほとんど行かないじゃないですか。だから、今までね、担当でそういう基準点で落ちたって方、聞いたことなかったんですけど、今回。ね、ちょっとびっくりした。その方は、理論は当然八十二点五なんですよ。八十二点五。で、行政法規は五十。で、合わせて百三十二点五。落ちてるんですよ。そういうこと。で、これ。ね、おそらく来年、皆さんが受験なさる二千二十一年。令和三年もね。この基準点。 ですねこ,れね、これが実、ね、施される可能性高いですからですから行政放棄その意味でもねその意味でもなんとか6割からできれば6割5分ぐらい、ね、目指して頑張っていきたいと思います私もしっかりやりますから、ね、でもこれちょっと厳しいですねあんまり言いたくないですけどさっき言いましたけど行政放棄の今年のね2020年の平均点が52.3ですよ。で約1問下1問が2.5だから約1問下が 五十点で足切り、あ、ごめんなさい、基準点ですね。そう、ね、基準点にかかっちゃうんですよ、これ。厳しいですね。ね、これもちょっと知っておいてください。ね、でも、でもですよ。ちゃんと、ね、ちゃんとしっかり、周到に準備した方は、ね、今年もレックからたくさん担当を受かってるから。ね、あんまりいたずらにね、心配になる必要はありません。しっかりと、ね、この後、私が申し上げる通り、きちんと勉強していただければ、必ず受かります。ちゃんとあれば、必ず受かる。 そうじゃなかったらもう試験じゃないですよこれそうでしょ大丈夫、ね、ぜひ、ね、これから申し上げることを信じてしっかりと自分のものにしてってくださいいいですねじゃあ中身入ってきますよちょっとね最初からねいろんなねこう難しいよって話ばっかりしてますけどでもね勉強はぜひねあの楽しくやりましょうねあの本当にね苦しい苦しいと思っていると全部苦しくなっちゃいますんでぜひね 楽しくやりたいと思いますじゃあちょっとテキストですねこちらもう一回改めてご用意くださいこちらですね合格者テキストね。でちょっとページめくってくださいで箸書きとかいいんでちょっと目次ですねこちらちょっとめくって,ってほしいんですけども目次のこちら VI6 ページですねちょっと見てくださいね私の方でちょっとねもうすでにこうやってね印をつけてあるんですけどもこれ25番から えっと29番までねこれ5つ全部税法です税法ね所得税法から地方税法これ5つ毎年出るんですよ出るねただこれねこの税法って聞くと結構皆さんねなんか苦手意識持つ方少なくないんですけどそうじゃないよってことこれちょっとね最初ねちょっと皆さんに安心してほしいんですよ私冒頭から結構厳しい話ばっかりしてるんでねちょっと皆さんに安心していただきたくてねちょっとこの話をしてますで これ5つ毎年出るんだけど、所得税法と法人税法、そして租税特別訴訟。これは取れるんですよ。取れるし、取らなきゃいけない。だから20丸ってこと。20丸。ですね。で、実際今年2020年もね、あのレックのオンラインリサーチのデータによると、この所得税法と法人税法、ともに正解率が90%以上なんですよ。要するに、ほとんどの受験生が得点してるってこと。取ってんですよ。取ってんの。 ね、だからこの所得税法法人税法これは絶対取らなきゃいけないまた取れるんですよなんでかというと出るとこ決まってんだもん <laughs> そういうことねもう過去問で繰り返し聞かれてるとこしか聞いてこないんですよそういうことなんですよであとこの租税特別訴訟これ今年は若干難しかったんだけどやっぱりこれも例年ね取りやすいんでやっぱりね所得税法法人税法と並んでこれもあの取りたいと思ってますしたがって私この3つをね税法3兄弟って勝手に呼んでます 税法三兄弟これはぜひあの死守します取りますいいですねこちらでそれに対してこの4番目相続税法なんですけどこれはね年によってね難易度が結構ね上下するんですよ優しい時は簡単に取れるの逆に難しい時はなかなか得点できないしたがってね普通の丸をつけましたそういうことで最後の地方税法これはね正解率が50%切ることが多いんですよ結構細かい細かいしたがって三角です 三角、ね、ここ、ね、また講義の時にお話しますけどこれかなり絞りますかなり絞って、ね、ですから一応5つあるよ、ね、税法5つあるけど特に3つ、ね、これはもう、ね、取れるし取らなきゃいけないよってちょっと頭の片隅に留とどめておいてください、ね、さっきも言いましたけど法人税法は50条からしか出ませんから <laughs> そういういことだから9割以上の人が取っちゃうんですよいいですねで今ね正解率についてちょっとお話ししたんですけどもこの正解率ねぜひ 50%以上の問題をね、得点していくっていうのちょっと心がけてください。またこれ担当実践討論の時にね、またいろんな正解率のお話とかもいたしますからね、その時またちょっと思い出していただければと思うんですけど、正解率50%以上の問題、取れればこれね、受かるんですよ。余裕で受かるの。特に今年2020年もね、この正解率が50%以上の問題、全部取ると。 関テ量もねテもそうですよ行政法規も関テ量もそうですよ全部取るとえっ、ー、とねこちら20ごめんなさいこっちですねごめんなさい手元いろんな資料あるんですけどえっ、ー、と28問です28問今年2020年令和2年正解率が50%以上の問題全部得点すると28問に到達するさっき言ったように今年の合格点が132.5ですからね余裕でそれをクリアしちゃうそういうこと。 で50%以上っていうのは言い換えれば2人に1人が取れる問題でしょでそういうのって大抵もうテキストに載ってるんですよそうじゃなかったら2人に1人取れませんからそういうこと、ね、ですからしっかりとこの後合格基礎テキストさらにはね足別ねこれをしっかりとやり込んでいけば十分合格できますからね結構私最初にね厳しいいろんな情報ねいろんなデータも申し上げましたけどちゃんと勉強すれば必ず担当は合格できますからねそれをぜひ信じて。 ね、しっかりと勉強を進めていきましょうですねじゃあちょっとここで一息入れますはいそれでは第二ユニットにいきましょうではですねちょっとページまたさらにめくっていってください今ねこちら目次ね税法のところをご覧いただきましたでさらにこの右のページめくってくださいそうするとねこちらちょっとお聞きしますよ「出題法令英軍編」っていうね こちらのページが出てまいりますで向かって右側が B 群編ですねでこれはもう皆さんねお分かりかなと思うんですけど上これねこれ年度です過去10年間これで丸が出題されたって意味ですで A 群ところはねほとんど全部丸でしょこれは毎年出る法律指してますこれを一応ね便宜上 A 群という風に呼んでるんですよ毎年出る法律ですこれ でそれに対して右のページご覧くださいこちら B 軍編って呼んでますこれはご覧通り虫食いでしょ、ね、これは年によって出たり出なかったりする法律そういうのを総称して B 軍っていうふうに呼んでます、ね、そうするとこれね行政放棄の場合これね合わせて37の法律が一応ね必大範囲に入ってるけどもね全部がベタッと均等に出るわけじゃないよそういうことです。ね、でですすからもうう皆さんんお気づきだと思うんですけど当然ね もう B 軍よりは毎年出る確実に出るまず A 軍から当然やるべきだよねこれ当然皆さんもねお気づきかなと思いますでさらにはその A 軍の中でもねうこちょっと大きしますよこの数字はなんだかわかります私ちょっと手書きでねお示ししましたこれこれ今年の2020年の出題問題数です出題問題数都市計画法から5問出たんですよ で建築基準法からも5問で土地各制法から2問で都市再開発法これね例年だと2問なんですよ土地各制法と同じく例年ね2問なんだけど今年は1問でした1問そういうこと、ね、でちょっと飛んで不動産の鑑定評価に関する法律これが2問出ますねこういう具合でねこの英軍の中でもさらにこうやって複数出る法律もあるよそういうことなんですよでね特に上2つご覧ください 都市計画法法と建築基準法この時計と検機2つで10問です、ね、これ行政法規40問出ますからそのうちの4分の1がこの時計と検機で占めてるそういうことだから当然ね英軍の方しっかり力入れるさらには英軍の中でもこの時計と検機これがベースになってきますんでよろしいですねちょっと軽く頭入れといてくださいねであっ 一番下、不動産登記法と、下から二段目、土地収容法。これ一応三角です。ね。これね、例年だと私ね、これも切っちゃってください。ね。やらなくていいですよ。飛ばしちゃってくださいって申し上げるんですよ。ね。ただ、今回はちょっとね、ちょっとね、一応三角ってことで、ね。一応、軽くはこの講座の中でも触れようと思ってます。ね。皆さんの方でもね、私がこの後ね、この講座の中でね、ここだけ、土地収容法はここだけちょっとね、覚えてねっていうところ。 あるいは不動産投票もそうです。不動産投をここだけでいいから覚えてね。そういうね、あの過去問で一応基本的に3回以上聞かれてるような、そういうね、本当に絞りに絞った箇所だけお示しするんで、そこだけね、皆さんの方にあのご説明しますし、皆さんの方ではそちら、そこだけをあの押さえていただければ OK という形をとります。例年だとね、やんなくていいよって切っちゃったんですけど、やっぱりさっきのね、あの、基準点ですね。基準点がありますので、やっぱり何としても皆さんにね、 6割、ね、一応6割でさらにできれば6割5分までちょっと目指してね勉強を進めていっていただきたいそのためにもね例年だったらもうやんなくていいよって切り捨てていたこの土地収容法と不動産投機法ねこれ範囲が広いんですよ範囲が広いのだからやんなくていいよって例年申し上げてたんですけど、ね、今回は一応、ね、絞った上で、ね、皆さんの方にここだけ覚えてねっそういう形であのお示ししますんで一応それだけ 覚えていただければオッケーで、それ以上は手を広げなくていいです。またその時にお話をいたします、ね、で、あとちょっと続きますよ。この右のページ、こちらビー群編ね。で、どうしょこちら虫食いになってるんですけども、ちょっと下ね降りていきますよ。ずっと降りていきますよ。で、このね、これもちょっと手,手書きで恐縮ですけど、この矢印これなんだろうな。ね、これね、これぐらいで見えますか。 いいかなで道路法と河川法とこれ「等っていうのはねあんまり気にしなくていいですけど海岸法という水面埋め立て法っていうねその法律を指してるんですけど、まあ、これとりあえず置いといていいですよで道路法と河川法ねこれ矢印で示しましたこれどういうことかというとねこれ交互に出てるんですよ交互にっていうのはね一方が出ると他方がお休み他方が出ると一方がお休みそういうこと面白いでしょそういう出題です ですぐ下の自然公園法と自然環境保全法これもそうなんですよ同じなんですよ一方が出ると他方がお休み他方が出ると一方お休みそういうことですねでそれ一応下にねこれ載っけてありますんで下のねこの印ですでねこれちょっと消しといてくださいここね都市緑地法と景観法これもね実を言うと一方が出ると他方お休みだったんですけどこれね一番上ですこれずっとそうでしょ 都市緑長と警官法これも一方が出ると他方お休みということだったんですけど今年令和2年同時に出ちゃったんですよで出ちゃったっていうかね同時に出たんですよ、ね、ですからちょっと一応消しましたけどねこちらただね皆さんが受験なさるね2021年をまたねなんか元に戻んじゃないのかなっていう気は私はしてるんですよやっぱりどちらか一方かな都市緑町と警官法どちらか一方かなそんな気はしてます でちょっとこれはまた後でやります。でちょっと下行きますよ。であと下の四段ですね。これ資産の流動化に関する法律から金融商品取引法これ四つ。これいわゆる不動産証券化関連法令って呼んでますね。でこれも実を言うとね去年末だったらもう切っちゃっていいよやんなくていいよだったんですよ。でもこれもね一応今回ねこのさっきの左のこの土地収用法不動産とね東京と同じくで同じ趣旨で一応ここもあの絞った。 ね知識だけお示しする形に取りたいと思います。ですからそこだけねあの押えていただければオッケーです。いいですねそういう形でこの不動産証券化関連法令も取り扱いたいと思ってます。ね、でちょっとこの右のあごめんなさい右側ご覧ください。これテキストねこれ当然今年のね令和2年2020年の本試験前に作ってるんでねこの平成あごめんなさい令和2年 2020年のね、これ情報上がってませんので、ちょっと私の方で手書きでね、お示しをいたしました。まあ別にこれそんな無理にね、書かなくてもいいですけど、一応ね、ちょっとこれ、都市緑昇景観法、同時に出たよ。で、ちょっと上から行ってきますと、上3つですね。ね、これ、丸です。で、1つ飛ばして、丸が5つ。で、2つ飛ばして、丸が5つ。で、一番下、ね、金賞法。これまだ1回も出てないんですよ、こういう形で。ね、ちょっとメモするかだけでいいです、ここね。ちょっとメモを。 しておいてください。こんな形です。いいですかね。ですから、今年ですね。令和二年、二千二十年。この。高齢者障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律。これバリアフリー新法って言うんですけど、これが出なかったんですね。ずっと出てたんですよ。こうね、今年出なかったよ。あと、ここですね。河川法と、あと。自然公園法が出なかったよ。そういうことですね。 あと一番下金商法。金融商品取引法も出なかったよ。そういうことなんですね。よろしいですかね。だからこれ本当にこの行政法規ってなんかいろんなこう特徴がありますね。ただ、漫然とベターっと出るわけじゃないんですね。じゃあ次、今度ページめくってください。今度その裏のページですね。よいしょ。よいしょ。で、こちらちょっと見ていきますよ。で、参考資料の1ですね。 参考資料の1こちらちょっとご覧くださいでまず行政法規でね頻繁に出てくる言葉のイメージこれなんですよさっきもね申し上げましたけどあの正確なね理解なんかいらないんですよ理解ざっくりでいいからだからこのイメージですイメージですねでまずちょっと大きくしできしますよこのあとねこれまず1ですが広告って言葉が頻繁に顔を出します で、これね、どんな意味かで。これ一応イメージですよ。イメージとしてね。えっ、ー、と、広告とは官報、ね。これは政府が出す新聞ですね。これはね、ご存知の方多いと思います。ね。官報。これに載っける。これがまあ広告。ね、あと、それだけじゃなくて、これ一般紙、ね、新聞、載っける。これも広告です。あと、広報っていうのがあるんですよ。これ、地方公共団体が官報に順次で発行するもの。これを広報って呼んでるんですけど、これに載っける場合もやっぱ広告なんですよ。あと、 インターネット。で、今、いろんな地方自治体、ね、あの、いろんなホームページ持ってますよね、それぞれね。あそこに載っける。ね、これもやっぱり広告代をそういうこと。で、あと最後が市町村役場、ね、の掲示板への掲示。で、これがやっぱり一番古典的ですよね。私たちか私ぐらいの世代からすると、ね、もう地元のね、この役場の掲示板に貼り出す。そんなイメージですね。これも当然広告です。で、次。で、この丸2の縦覧と、あと閲覧。 これもね、結構ちょこちょここの後ね、いろんな法律で顔出しますんで。で、これもね、ちょっとイメージです。イメージ。えーと、まず、従覧の方はね、観光庁などが、要するに役者ね、お役者ね、などが広く情報を住民に見せる。ね。これ役所から住民に見せるんですよ。これが従覧っていう、そんなイメージですね。で、閲覧、これ逆なんですよ。閲覧逆で、利害関係者、住民です。住民から申請を受けて、ね。これ、観光庁など役に、役所が見せる場合です。見せる。 ね、請求して情報を見る場合これを閲覧というふうに呼んでいますこれもイメージですよイメージでね今ご覧いただいたのはこれ一般的な意味における覧覧と閲覧なんですよでそれに対してこれ独自のこれ意味ですねこれ地方税法です地方税法っていう法律さっきもねちょっと目次のところでご覧いただきましたけど地方税法中にねやっぱりこの「縦覧と「閲覧」というのが出てくるんだけど意味が違うんですよ上のこの一般的な意味の意味と違うんですよ でちょっとこれまたね、ちょっと気をつけておいてほしいんですけども、ちょっと一回見ておきますよ。で、上記の一般的な縦覧・閲覧とは別に、地方税法における縦覧・閲覧があるよ。で、地方税法における、まず縦覧ね、縦覧とは、納税者に土地、家屋価格等縦覧帳簿を見せて、事故の土地や家屋の評価額と、ね、他の土地、要するに他人です。他人の 土地や家屋の評価額と比較させるで自分のところと他人のところを比較させることによって事故の土地や家屋の評価額が適正かどうかを確認させる。ね、これを従覧と呼んでます。地方税法ではね。で、それに対して閲覧。閲覧とは納税者に固定資産課税台帳を見せて、で、そこに記載された事故のみです。ここは閲覧は事故って自分だけ、ここだけなんですよ。他人のは見れません。そういうこと。ね。事故のみの。 土地家屋の課税内容を確認させるものということで、まあ、上の一般的に言うと随分違いますね,ねだから同じ用語であっても法律によって違うよってことこれだけちょっと気をつけておいてくださいですねで今度その下いきますよで今度丸3のとこですで「許可認可承認届け出」これもねこの後いろんな法律でねもう頻繁に顔を出しますで一番下ちょっとねこの米津地震のとこをご覧くださいここねで「括弧1」 これ許可です。許可が一番規制が厳しく。で、カッコ2、カッコ3。ね。認可と承認。これが中間レベルの規制と思ってください。規制が中間レベル。で、カッコ4、届けでこれが一番規制が緩いと。そんなイメージです。で、このイメージは押さえておいてください。特に、この許可。これね、これ一番厳しいんですよ。これはもうたった今覚えちゃってください。たった今レベルです、これは。明日覚えようとか一週間後覚えようじゃないですか。たった今覚えちゃって。一番規制厳しい。で、いきますよ。この許可は、 原則禁止なんですよ。原則をやっちゃいけないの。で、これを例外的に解く。やっていいよってふうに解いてくれる。これを許可って言うんですよ。許可。例がここです。車の免許とか医師免許。ね。共に免許だけど、これは法律上は、ね。法律上は許可なんですよ。許可。ね。例えばこれ、車。ね。免許持ってない人は運転しちゃダメでしょ。だから原則禁止。で、これ、例外的に解いてくれる。やっていいよ。運転していいよ。ね。だから免許、は許可。そういうこと。 あと医師免許これもそうです。医、ね、師免許持ってない人は治療行為をやっちゃダメでしょ。ね、だから原則禁止。原則禁止。だけど、医、ね、師免許持ってれば例外的にやっていいよ。だから許可。そういうこと。ね、であと次の認可と承認、ね。これは共に原則 OK です。やっていいよ。ただそれに対する事、ね、後的な、まあ、お墨付きと思ってください。ね、これを認可あるいは承認と呼んでます。原則やっていいよ。やっていいよ。ね、でそれに対するお墨付きと思ってください。 これが認可であり承認なんでですよでさっきも下で見ましたけど一応規制のレベルはもにね中間レベルと思ってくださいね特にこれが問われることはありませんどっちの方が規制が厳しいのかとかそんなら問われませんから一応イメージですイメージとして中間レベルの規制なのかなともに原則 OK ですからやっていいよで両者の違い一応ここにのけといたんですけどこれねちょっと民法ですね法律行為とか事実行為とかこれ民法でねこれ出てくる言葉なんで民法やらないとちょっとね ななかなかイメージ持ちにくいと思ううんでただこれ対象が違うよ法律行為っていう要するにこれ契約です簡単に言うと契約ね法律行為簡単に言うと契約に対する同意が、まあ、認可だよで契約じゃない事実行為に対する同意が承認だよっていうことで、まあ、これざっくりねこのねちょっと違うな対象同意に対する対象が違うんだなっていうだけ押さえとけば OK ですととにかく原則 OK、ね、これ頭に入れといてくださいねで最後の「括弧四4届け出」。 これは監督官庁の通知です。だからとにかく届け出さえすればいいよ。そういうこと。だから規制が一番緩いんですよ。ね。これ簡単に言うと婚姻届けとかあんなのイメージしてみてください。とにかく届け出で。で、手続きさえ踏めばいいよ。そんなイメージです。だから一番緩いんですね。これね。で、あと次。この丸四これもね、しっかり覚えておいてください。これもね、結構ちょこちょこいろんな法律でこの知識使うんですよ。勧告と命令。この違い。違い。 で、勧告っていうのはこれは法的強制力がありません。したがって違反しても罰則がないんですよ。その意味では、まあ強い要望ですね。こうしなさいよ。ね。こうした方がいいよ。そのイメージです。ね。これを勧告って言います。勧告。で、それに対して命令。ね。これも皆さんね、このね、言葉の響きからしてなんとなくイメージ持てると思うんだけど、こっちは法的強制力があるんですよ。したがって違反すると罰則があるよ。この大きな違いがあるんですよ。ですね。 だからこれ避難勧告って言った場合こっちだからねこれ避難しなくても別に罰則ないねないね逆にもし避難命令ね避難命令こっちは罰則あるよ罰則あるよそんなイメージですねであと一番下の丸5政令指定都市ね人口50万以上で中核市が人口20万以上ねこういうね違いがあるよまあこれ一回見とけばいいですねこれもたまにねこれちょろちょろねそれぞれの法律で顔出しますけど 人口が違う特にこの政令指定都市ってこれねあの具体的な場所とかそんなの覚えなくていいですよあれネットで調べればいろんな名前出てきますけど、ね、こんなのどこが政令指定都市かなんて問われませんからただ人口が多くて、ね、これは都道府県から広範囲な事務以上受ける要するにこれ広範囲な権限、ね、これもらっあの受けててあの都道府県レベルの権限持ってるんですよねこの政令指定都市っていうのはね。だ届け ね、ちょっとイメージ持っておかれればいいです。この数字なんかも別に無理に覚えなくていいですよ。ただ人口が多い,多いとこだなね。だから特別になんか一定のなんか権限持ってるね。そういうとこだなってイメージだけ持って押さえておかれれば OK ケーです。ね、いかがでしょうね。今ずっとね。この行政法規でこの後ね。随所に随所で顔を出すね。言葉のイメージイメージを見てきましたじゃ、ね、次今度右のページ行きますよ。で、今度はこちら右の。 参考資料の2ですねこちらでこれはまたねそれぞれの法律の時にねまたここのね参考資料の2を見ていきますけども、ね、これ3つの法律3つの法律、ね、これ並べているっていうのはちょっと読み取ってください。ね、土地区画整理法で都市再開発法そしてマンションの建て替え等の円滑化に関する法律、ね、略して円滑化法と私呼んでますけどこれ3つの法律。 の手続きの流れを、ね、比較した表なんですよ表これ3つとも手続きの流れってことでこれ手続き法って言いますちょっと軽くねこれまた見といてくださいまたそれぞれの箇所で詳しくやりますから手続き法って言いますねしたがってこれ手続きの流れが非常に大事なんですよ大事なのこの矢印に従ってねこれ上から下に時間が流れていくんですよ これ時時系系列列です時系列、ね、この「流れ」が大事だよということで、ね、またそれぞれの時にお話をします。ね、でこの「3法」私これ「手続き3兄弟って勝手に呼んでるんですけどね非常に手続きの流れが似てるんですよまたその時詳しくあります。で下の、ね、こちらはそれぞれのこの,、ね、この3法のねこれ組合を作って、ね、それぞれの事業を行う場合の比較です。これ組合施工って言いますまますすたその時詳しくありますけど これをまたた比較した表なんですよで最終的にはこのねこの3法ですねこれこれ土地覚醒法ねで都市再開発法で円滑化法ねそれぞれのねこれ組合施工これ比較整理した表なんですけど最終的にはこの四角の中これ埋められるようにしてってくださいねまた,そまたそれぞれの法律の時にまたお話し,しますからそういうこといいですねだからこれまだねその時にまた使えますんでで今ここでねこの手続き ね、手,続き手続き法である手続き3兄弟ご覧いただいたんですけどちょっと目次お戻りくださいこれがね目次のねこの3ページですねここに出てくるんですよでちょっと見てくださいねよいしょでこのあと都市計画法入っていきますねでその次が2番目建築基準法でその次が土地拡散法ですよで都市再開発法円滑化法ねこの3 四五がたった今皆さんにご覧いただいた手続き三兄弟ってことですね。でこれねやっぱり手続き法なんでこれある程度じっくり勉強しないとなかなかねこれ抑えきれないんですよ。結構内容がねこれ複雑になってますんでしたがってここ結構時間かかります。またかけます時間はこの手続き三兄弟それが。 目次に戻りますよこの3番4番5番なんですよ。ですね。結構これ時間かけます手続き法なんでねこれは。そうするとこの1番の都市計画法からこの5番の略して円滑化法ねここまでかなり時間かけます。だいたいた、ね、例年でいくとこのね 例えば担当合格コースの合格基礎講座全14回の方もそうなんですけど大体例年半分ちょっとぐらい、ね、だから全14回で、ね、担当合格コースの合格基礎講座全14回でいくとやっぱり7回から8回ぐらいまではこここの最初の5つこの円滑下方まで時間かけますそれぐらいの内容なんですよボリュームがあるのボリュームがある、ね、そういうこと。 従いましてこのね即習講座でもやっぱりね全9回しかありませんけどもやっぱ半分ちょっとですねまあ5回目ぐらいまで5回目ぐらいまではこの円滑化法ねここまでやる時間かけますからね都市計画法からこの円滑化法までねこの即習講座でも5回ぐらいねあの時間使って講義やりますから一応その点ご承知をお聞きく,ください。ただ逆に言うとそれ以降ですね円滑化法が終わってこのね6番目が都市緑地法ね があのこれ続いていくんですけど、このね円滑化法が終わるとそんなにね。踏み込んで勉強する法律ほとんどないんですよ。だから心配しなくていいですね。試験に出るとこポンポンと指摘して、皆さんそこをね。押さえていけば十分得点できる。そんな法律ばっかが続きますからね。だからとにかく前半は特に気をつけてね。結構踏み込んであの抑えていかなきゃいけませんから、これは知っておいてください。いいですね。一応このとこですね。 じゃあね、ちょっと中身具体的に都市計画法を見ていきたいと思います。じゃあこちらテキスト開けてください。都市計画法。1ページです。1ページですね。でね、先にちょっとマークしていただきたいんですけど、これ本文ね。これ一応本文って言いますけど、本文はいいです。ここね。まっさらで。で、即中です。これ即中って今後読んできますんで、これ左側のね。ごめんなさい。即中って。 ですね側中左側です、ね、今後「側中側中」って呼んでいきますからねとりあえずここねちょっと大きくしますよちょっと先にねさっきも申し上げましたけどちょっと皆さんの方で印つけちゃってくださいマークしちゃってください下いきますよもし早いなと思ったら適宜あのプチッと止めてくださいねパソコンとか DVD プレイヤーねですね よろしいでしょうかね。じゃ、戻りますよ。じゃ、都市計画を入っていきましょう。これ、当然英軍です。毎年出る。しかも五問ね。さっき確認しました。毎年五問出るよね。これ非常に重要です。単に五問出るよ。っていうだけじゃなくて、ここでね。勉強したね。いろんな言葉ね。概念が他の法律でも出ますから。だからここでしっかりとね。基本的な概念を抑えます。いいですね。 で一応これがねこの都市計画法の全体像なんですけどもちょっとこれね3つに分類いたしますまず一番左側この都市計画区域っていうのこれが、まあ、一応番号を振ります丸一ねであとすぐ右横よいしょごめんなさいちょっと私あの左利き算ちょっとねどうしてもこれ隠れちゃうごめんなさいこれ隠れちゃいますねでこれがね 丸二って一応振っといてください。ですね。で、すぐその下。で、こちらが。これが。こっちに振ろうかな。丸三って。三つ。これです。ですね。要するに。都市計画法って。ね。これ条文結構あるんですよ。ね。ただ。ね。整理すると。三。 次に分類できるよ、そういうことですね。で、それを改めて即中のコメントで確認していきます。よいしょ、行きますよ。で、まずこれ覚えます。都市計画法、これね。都市計画法は計画的な街づくりを目的とするね法律ですよ。これは覚えちゃってください。ね、言い換えると、言い換えると段開発を規制するね。これも覚えちゃってください。 法律だよってこと。ね。計画的なまちづくりということ。乱開発。むやみやたらと学校とか病院とか道路とか作らない。そういうこと。これが乱開発の規制です。ね。それを目的とするのが都市計画法だよ。それをもって計画的なまちづくりって言います。計画的なまちづくり。ね。これは覚えちゃってください。ね。乱開発の規制です。で、これ覚え方ですけどね。これ、計画的なまちづくりってことで、これ名前見てくださいね。 都市計画法っていう名前をよく見てね。でこれ計画計画的な都市都市は街でしょね町でしょ,、ね、でしょ計画的な町都市は街でしょ町づくりもう名前に出てますねこの目的がね都市計画法ねこれ忘れたら名前眺めてくださいあの法律用語ってねこれ名前にねその意味内容が表現されることが多いんですよ。 計画的なまちづくりあ乱開発規制するんだなむやみやたらとね学校病院とか作れないようにするんだなそのイメージですですねでその下でまずこれねじゃあ計画的なまちづくり、ね、目的は分かったとじゃそのためにどうするのどういう手順を踏むのまずまちづくりの場所を決めますねまず場所を決めなかったら話にならないでこれを都市計画区域って言います都市計画区域 これも難しい定義はあるんだけど、とにかくまちづくりの場所っていうイメージで覚えちゃってください。ですね。これが都市計画区域ってやつまちづくりの場所ね。それが本部に上がっております。これですよ。丸1を指してます。まず、場所を決める。それが都市計画区域だよ。ですね。で、場所を決めたら次に今度2番目ね。まちづくりのプランを決めます。どんな町にするのか、住宅街にするのかね。繁華街にするのか、あるいは工場地帯にするのか？そんなイメージ。です ね、でこういうまちづくりのプランこれを都市計画って呼んでます都市計画ね、この後いろんな種類勉強しますいいですねこれも言葉が固いでしょね、だからこういうのをやっぱわかりやすいこういうイメージに置き換えるんですよ都市計画といたらまちづくりのプランどんなまちにするのかね、それを定めたプランね、そんなイメージですいろんな種類がありますこれこの後見てきますでそれがこれです この丸2を指してますこれが都市計画です都市計画まちづくりのプランですねで次ちょっと続けますよでさらにねこのまちづくりのプランを決めてもねこれ都市計画定めてもそれに反することをやすやすと認めたんではやっぱりこの計画的なまちづくりはできないだから最後ですねまちづくりのプランねこの都市計画ですに反することをさせないようにする必要があると 要するに、この計画的なまちづくりを担保するための制度が必要。それが、この後見ていくこの二つです。開発行為の制限という制度と、都市計画事業制限という制度なんですよ。二つ。これともに、この計画的なまちづくりを担保するための制度です。まちづくりのプランに反することをさせない。これが目的ですね。で、この二つね。まず、開発行為の制限。これは土地なんですよ。土地。 宅建やって方はお分かりになると思うんですけど、また後で詳しくやりますけど、開発行為ってのはこれ簡単に言うとね、造成工事なんですよ。造成工事。造成工事ってもっと簡単に言うと、これ土地を対乱する工事です。これを開発行為って言ってます。で、これを制限する。ね。むやむやたらと、こういうね、これ造成工事認めたんで、やっぱり乱開発になっちゃいますから、開発行為、ね。造成工事。土地を対乱する工事。これを制限する。これは土地です。土地。だから、開発行為ってきたら土地をすぐね、 あ開発濃ういう土地だな土地だなそういうことであともう一個もう一個が都市計画事業制限っていってこれはね道路とか建物とか要するに土地のの上に作っていくものですこれをものづくりって言い方をするんですよよく実務家の方がねものづくりって言いますですねだから都市計画事業制限ときたらものづくりですものづくりねだから道路とか建物とか これ全部土地の上に作るでしょそん,そんなイメージです。だから土地が開発行為。で、都市計画事業制限がものづくり。ね、土地の上のものづくり。そんなイメージです。ね、で、それが、この本文でいくと、この3番を指しています。ですね。で、今見ましたけど、ね、この左側の開発行為、これが土地。で、右側の都市計画事業制限、これがものづくり。ですね。で、共にこれは、計画的なちづくりを担保する。 ね、実現するための制度です、ね、好き勝手にさせないそんな制度ですねいかがでしょうねこれが都市計画法ねこれが全体像3つに分類できるよで今3つ分類してコメントでご説明いたしましたですねじゃあさらに中身入ってきますよで今度は2ページです開けてください以上でまた例によって先にねちょっとマークをしてしまってくださいかなりねいっぱいあります もうちょっと大きくしてもいいかな下行きますよこここれ外でこれ忘れないでねこれ外とこしっかりマークしてくださいねあとちょっと側中いきます側中も結構ねありますからねよいしょ ポイントね。必ずおおむね。このアンダーラインのところですよね。こうね。ねあと、コメントこれさっきやりましたね。高速道路のインターチェンジ周辺だよ。よですね。で、ちょっと先として右のページもやっちゃいます。よいしょ。右の3ページです。右の3ページね。こちらもよいしょ。ちょっと先としてマークしちゃってください。 指定手続き都道府県とかこの辺ね。でしていきますよ。その本番いいです。で測定いきます。このプラスアルファね。プラスアルファって結構細かい知識問題結構ねあの知識を乗っけてますけどねこれは押さえていきます。でしていきますよ。いいですね一応こんなところです。 じゃあちょっと右の2ページの方ごめんなさい左ですね失礼,失礼しました左の2ページの方ですねお戻りくださいよいしょじゃあ見ていきましょうよいしょで帯番号ですね私これね帯って言いますこれ黒,い黒帯ですよ黒帯、ね、帯番号1の1で都市計画区域これを見ていきますでまずこの縦一ですね縦一。 あ,あとこれ三要数字よくね縦1とかねあと三要数字の2番縦2とか言いますねあの関数字ね関数字が横1横2って言うでしょ三要数字はこの12って言うのこれ縦1縦2って言い方しますんで私もね講座の中でね縦1とか縦2とか言いますからねでしたがってこれね三要数字っていうのこれ縦1です縦1の都市計画区域の指定でここご覧くださいでこの都市計画区域ねこの計画的な街づくりをしていく場所でした で、これを指定する。この指定権者。誰が指定できるのね。これを押さえます。で、これ、宅権でも出ますね。ふ <laughs> ふでも出る。で、この都市計画区域の指定権者。誰が指定できるのか。これね。原則が都道府県です。原則。いいですね。で、例外が国土交通大臣です。そうやってしっかり分けてください。ね。法律は原則と例外に分かれますから。ね。ほとんどね、 大体原則と例外分かれますねあの,例外のない原則もたまにあるんですよ。あの必ずとかあるんですけどねでも基本的には原則と例外、ね、分かれますんでぜ、ね、ひここは原則が都道府県例外が国土交通大臣、ね、こんな、ね、形でしっかり押さえてください。いいで,す、ね、これでちょっと書いておきますと「市町村じゃないよ」 ちょっとこれ皆さん書き込んでおいてくださいここもですねこれ「市町村」って書いて横にバッテンつけておいてくださいそうするとね後で見返した時にねあここ原則都道府県であって市町村じゃないなって分かりますからこれ過去問の引っ掛けです過去問のっかけどころこういう形でメモしていくとねあの合わせてねあの過去問の知識も抑えていけますからねですね「市町村」って書いて横にねバッテンをつけておいてください ですね、都道府県だよ,都道府県だよで例外が国土交通大臣ですじゃあどんな場合が例外になるかというとこうですね2の都府県例えば東京と埼玉とか東京と神奈川とかそういう場合です,でです、ね、その場合はねこれ都道府県では役不足ってことで、ね、ちょっと指定権者がランクアップするランクアップする そんなイメージです国交大臣に変わるチェンジするそんなイメージですねね東京だけじゃないね例えば東京と埼玉であれば東京だけじゃない埼玉だけでもないねですからねこれ指定権者がランクアップするねしたがって国交大臣国交大臣そんなイメージなんですよでこれ注意してほしいのがねこれ都府県です都府県都道府県にはなってませんから要するに北海道は入ってませんこれ気をつけてくださいねこれ五色じゃないですからねこれ都府県ですなんでこれ都道府県 ななってないか要するに何で北海道は入らないかというと北海道と青森の間って海でしょ海でしょだからその2つにまたがって都市計画区域が指定されるっていうのはありえないからですだから都市計画をあらかじめ、ね、もう既にこれ北海道除外してるそういうことですねいいですね都府県これしっかり押さえといてください、ね、で次です今度にに指定に必要な手続き、ね、これちょっと面倒くさいですけどね とにかくね、この後他の法律もそうなんですけど、こういう手続き周りがね、もうとにかく出てきますんで、ね、ちょっと頑張って押さえていきます。で、指定必要な手続き。で、まず、丸1が都道府県、丸2が国土交通大臣。これしっかり2つに分けて押さえてください。これ上のね、この指定権者、原則が都道府県で、例外が国土交通大臣。ね、これにタイアップしてるんですよ。だから原則都道府県の場合が丸1。例外の国土交通大臣の場合が丸2。そういうこと。 ですね、指定権者が異なれば手続きも変わるよそういうことなんですよでまず丸1原則からいきますよ原則である都道府県が指定権者の場合この場合はこれ2行目関係市町村あと都道府県都市計画審議会の意見を聞くこれは覚えちゃってくださいですねとともに国土交通大臣に協議しその同意を得なければならないもうこれはもう無条件で覚えちゃってください これ以上意味を踏み込む必要は全くありません。ね。この言葉で本主、本権の問題出してきますから。ね。関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聞く。ね。これどういうことかというと、関係市町村ってのはこれ簡単に言うと地元ですよ。地元。地元の市町村の意見を聞けってこと。なんでかというと、これ地元の実情は地元の市町村が一番よく知っているからです。そういうこと。いいですね。 じゃあ右側の都都道府県都市計画審議会これ何なのこれはいわゆる学識経験者者からななる第三者機関なんですよ簡単に言うと学者先生の集まり要するにねこれ都道府県が、ね、この都市計画区域を指定するこの時に地元の実情よく知ってる関係市町村の意見を聞くだけだとどうしても行政に傾いちゃうでしょだから学者先生の冷静な意見を踏まえろそういうことね覚えましたね であとこの「2」これ国交大臣がね指定検者の場合例外です例外ねこの場合についてはね関係都府県の意見ね聞かなきゃいけないよこれはこれで覚えといてくださいイエスね関係都府県の意見だよやっぱり北海道は入りませんからねこれねこれこれで押さえといてくださいでこれね一応手続き覚え方なんですけどちょっとめんどくさいでしょこれ。 どうやって覚えるのかなってで、ちょっと右のページご覧くださいここに図が上がってますよね右の3ページですこれ使ってみてほしいんですよでちょっと入るかなこれでで右置いてきますよこの後ね準都市計画区あってやりますからねで左の都市計画区域ご覧くださいこれぐらいでいいかなでこの表なんですけど左側がねこれ一つの都道府県ね、にこれ都市計画区域を指定するこの場合がさっきね左のページで見た 指定権者は都道府県だよ。やりましたね。で、複数の都府県にまたがって指定する。この場合の指定権者が国交大臣にランクアップするんですよってやった。ね。これね、上から下に見ていってください。これ時系列なんですよ。ね。で、まず一番左側。原則。ね。都道府県が指定権者の場合ですけども、さっき左のページでやりましたね。関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聞く。で、最終的に国交大臣に協議してその同意を得る。これ必ずです。必ず。 これですけど左のこれコメント使って欲しいんですよここに上がってるこの,このコメントに上がってるこれをフィルターにして覚えてほしいんですよどういうことかというとこれね下には意見を聞く上には同意をもらうこれをフィルターにして使ってみてくださいねこれ指定権者を基準にして欲しいんですよここね一番左側これ指定権者が都道府県でしょで都道府県を基準にすると大変申し訳ないけど関係市町村と都道府県都市計画審議会は下。 だから下には意見を聞けばいいよ、ね、逆に都道府県を基準にすると国交大臣は上でしょだから上には同意をもらうそんなイメージですこれをこれねあの職場をイメージしてみてください仕事場です、ね、部下に同意をもらうってないでしょ逆に上司に意見を聞くっていうのはないですよねそういうこと是非、ね、これを、ね、フィルターにしてね。あ部下だな下だなだったら意見を聞くで足りるなあ上司だな 上だなあと右のねこれ国交大臣の場合これはさっきのねやりましたけど関係都府県の意見を聞くこれはこれでもう覚えちゃってくださいねじゃあもう一回左のページをお戻りくださいで続いて今度えっ、ー、と今度2番ですね2番の基礎調査っていうことでねでこれですけども都道府県都市計画区域についておおむね5年ごとに 都市計画に関する基礎調査として一定の事項に関する現況及び将来の見通しについて調査を行うものとされるって上がってますけど、これ何言ってるかっていうとね、これ上で都市計画区域の指定ってやったでしょこれね、指定した後、ほったらかしじゃ困るよって言ってるんですよ。この6条1項は。ね、都道府県は指定した後ね、ほったらかしじゃ困るよ。見直しをしなさいって言ってる。で、その見直しをするサイクルを規定してるんですよ。で、 きっちりきっちり5年ごとである必要ないってこと。おおむね5年ごとで足りるよって言ってるんですよ。ただし、これ条文見るとね、さっき上でもちょっとお話ししたんですけど、例外がないんですよ。いわゆるこの正し書きがないの。これ。ね。だから、これ必ずなんですよ。意味が必ずってこと。書いておきますよ。ここ。 これ誤職じゃないですよ。ただね、これ条文見ると、ね、例外がないんですよ。例外がない。通常法律の条文ってね、例外定めるときに正しいって言って、いわゆるこれ正し書きって言うんだけど、ね、知ってる方も多いかなと思うけど、ね、そういう形で例外定めるんだけど、この条文は正し書きがないんですよ。例外がないの。だから、意味が必ずってこと。例外がない。いいですね。従って整理すると、都道府県は、ね、都市計画区域について、ね、 おおむね5年ごとで足りるけど、それは必ず見直せよ。そういうこと。で、それが側中のポイントに上がってますから。ね。後でまた見といてください。ここ。この調査、おおむね5年ごとに必ず行うよ。ここ。ですね。しかし、正確に5年ごとである必要なく、おおむね5年ごとで足りるよ。そういうことです。ね。正確に押さえておいてください。ですね。 じゃあちょっとねここで休憩入りましょう10分間お休みください